チャールズ・ロバート・レスリーはアメリカ人の両親を持つ画家である。1811年からは主にイギリスで活動した。戯曲などの文学作品を題材にした作品を描いた。ロンドンで生まれた。両親はメリーランド出身のアメリカ人で、父親は時計職人で1793年から6年間、ロンドンに住んでいた時の子供である。 姉に料理本の著者として知られる、エリザ・レスリーがいる。5歳の時、家族とアメリカのフィラデルフィアに移った。フィラデルフィアの学校を卒業した後、本屋の店員となったが、絵と演劇が好きで、フィラデルフィアの劇場で俳優のクックの劇を見た後、その場面を描いた作品が、ペンシルベニア美術アカデミーの職員の目に留まり、ヨーロッパ留学の奨学金を得ることができた。 1811年にロンドンに渡り、1813年にロイヤルアカデミー・オブアーツの美術学校でアメリカ出身のベンジャミン・ウェストラに学び、1817年からはパリやブリュセル・アントウェルペンで修行をした。1821年にロイヤルアカデミーの巡回員に選出され、5年後に正会員に選ばれた。ロイヤルアカデミーの展覧会に毎年出展した。 1827年には設立されたばかり、ニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの名誉会員に選ばれた。1833年にニューヨークのアメリカ陸軍士官学校の教員に任じられ一時アメリカに戻るが、この仕事には馴染めず、6ヶ月ほどでイギリスに戻った。著作家としても辞伝などを残した。1859年にロンドンで没死した。 1825年に結婚し、6人の子供を得た。息子のブラッドフォード・レスリーは著名な土木技師となり、ナイトに助せられた。別の息子、ジョージ・ダン・ロップ・レスリーは画家になった。ありがとうございます。